そうですなんか情報、はい、ラストマンに関する情報がそうなんですよあったということで,あで僕はまあこの話はしてたんですけど、ええ、小原さんがどういうつもりでこれを取り上げてきてるのかっいうのちょわからないんだけど <laughs> んラストマンの話題が先日、こ年しの4月から6月期に放送されたドラマを対象にした、うん、第116回「ザ・テレビジョンドラマアカデミー大賞が発表になりまして。うんうん ラストマンからは大泉洋さんが助演男優賞おめでとうございますおめでとうございますさらに脚本の黒岩勤さんが脚本賞を獲得されましたであの受賞コメントがあったんで、うん、結構あったんでその中からぎゅっと福山さんについての部分を抜粋すると、うん、例えば大泉洋さん、うん、えこういう質問ございました、うん、最終回の放送が終わってから改めて福山さんと何かお話になりましたかとそしたら福山さんがよっちゃん 1話から見ながらお互いを褒め合うご飯会をしましょう <laughs> 1話からって相当ボリュームありますけどと言ってました、ね、今回の現場では福山さんが今後の仕事と自分の仕事の仕方とかそういういいお話をいっぱいしてくださったんですよね僕も今年で50歳になりましたがその節目の年に福山さんとこうしてお仕事ができたことは自分にとっていい節目になりました おめでとうございま,すで,ざいますで、あの,客の黒岩さんはですね実際にオンエアをご覧になってご自身のイメージをさらに上回るものになったなというシーンはありましたかと、えー、1話の、えー、足手まといの人間が余計な負担をかけていることは分かっていますからあとは周りの人たちが一緒に働こうと思ってくれるかどうかそれだけなんですというセリフですね、えー、目の見えない南が自分のことを足手まといという。 これはとてもセンシティブな言葉で視聴者の皆さんが嫌悪感を感じるかもしれないと怖かったんですとえだけど福山さんの南だったら言ってもいいセリフのように感じたんですそれは福山さんの力もありますし大泉さんの受けの演技の良さももちろんあるあのセリフがしっかりと成立しているのを感じたときこの2人ならすごいところに行けるんじゃないだろうかという予感がしましたという。ありがとうございますねえ えー、福山さんは主演男優賞も2位。ね、でもただ審査員の方の入れる票では1位だったと。2位じゃダメなんですか？いや懐かしいな蓮舫2位じゃダメなんですか？<laughs> いやいや蓮舫ですね <laughs>、えー。懐かしいですねそれね。2位でもいや別位でもまあ立派なでも審査員の方の中でも1位だった、ね。いやいや ね、ありがたい。何が言いたいの、おばあさん。あんた、取れんかったなって言いたい。いや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 、いいじゃ、ダメなんですかと言いたかったのか。あんた、何にももろでないな。いつまで経っても、何にももらえない。いやいやいや、こっちが恥ずかしいわ。いや、言いたかったんですか。そんなことないですよ。ないですよ。そんな、気にちすぎですけども。でも、全体的に、やっぱ、褒められてる作品自体も。うん。 2位じゃだめなんですか蓮舫 <laughs> さん自身も忘れてますけどそれ言ったことねえどうですかやっぱりあのまだ褒め足りないね大泉さんねもうね全然褒め足りないですよそうですかお互いに僕,僕が大泉さんを褒めたいところもあるし大泉さんから、ね、ああいい褒めてほしい,も、ね、しい僕もたくさんいるし今改めてまた1話から見たらまたちょっと違うところでなんか思い出したりとかねああこんな子だったああ 私もだから毎週緑山に行ってたことがなんか夢のようですもんねなんかもう一回来たいでしょ <laughs> 撮影もしてないのに <laughs> もう一回緑山でまた <laughs> い,やいやこのラストマンがね<あ>皆さん言うわけですよまた続編やりたいなみたいなみんな結構ねこう大泉さんもね、はい、吉田羊さんもね W <え>とかでもう <laughs> 続編は続編はとかっていうのご自身たちからおっしゃってるもうすでに。 ちょっとセンシティブな内容じゃないですかそういうトークって確かにねあんまり言いぎる,いと,る、ね、とどうなるのかなみたいなことでもお二人がすごく言ってくれるからいや例えば「ガリレオ」だったら福山さんの一つの定番のセリフとして、えー、これはだからもしもねあの先生があの続編を書いていただけたんならそれがもしかしたら映像になるかもしれませんみたいなのありますけど、うん、これは別にほらいわゆる原作的なものはないわけですからこれは先生が書いていただいたらっていうのはもちろんあるんだけど,、まあけどね、これは先生だって あの脚本家なのでやっぱり脚本だけあって進んでてもドラマ化していただけないと話にならないわけですからこれはもう TBS さんのもうさじ加減と言いますか多分僕と大泉さんの「ラストマン」に関してはまあちょっと様子見ないと分かりませんからね。 いやいや <laughs> <laughs> まあまあちょっと一回ちょっとサイコロ転がしてみましょうかねみたいな <laughs> 神がサイコロを振る的な感じでこうやってそうそう,そう <えー S 2> 神がサイコロ振ってみたと振ってみたで調子良かったあ意外と調子悪くないんでじゃあこれま,まあいけるかもしれないですけども、まあ、みたいな感じで、ね、ああ意外と出目いいっすねみたいな感じになったんで,んで今日はいいな今日出目いいなみたいな<ー>なったんじゃないですかねあのメンツをもう一回集めるっていうのがまたね いやもう大変ですよしかもその僕らのねもちろん忙しいんですよ大泉さんも,さんも、ね、吉田洋さんも僕もねでも僕らの忙しさって割とその読める忙しさっていうかあ,<ー>あるキャリアになってくると大体この時期こうだなみたいな例えば僕なんかだと「感謝祭がありますよね」とか2年に1回ぐらいはやっぱり全国ツアーとかやりたいですよねとか。 で35周年が近づいてきてますよねとかいろんなでこうなんとなく見えてくるんですけど、はい、今田美桜さんとか永瀬廉君とかこれからの人たちだって今田美桜さんマイクールなんかドラマ出たりとかねこうバン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 そうまさにあの何ていうんですかねこれからの人これからの人っていうとなんか僕たちがこれまでの人みたいになっちゃうけどいや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 まさにグーンと伸びああまさに今こう斜めにこう右ー上がりな、うん 方々のラストマンからトリリオンゲームにもスムーズにずっってる、ね、そうトリリオンゲームな後も何かありますよきっとで連連だってさねいや、あのー、もちろんアーティストとしての、ね、活動もあるわけだから活動が音楽活動とかもあるからる彼らのそのスケジュールがもっともっとタイトになってくるはずですよスケジュール自体は相当タイトでしょうからこれねそうですあと存在感としてもねあのー、えっ さんと永瀬廉君がこの番手で出るのみたいな番手というのはその何番目に名前があるみたいなねあの我々から見たらそんなに重要じゃなさそうに見えるけど超重要な感じなんですよねこれ役者にとってもそんなに重要じゃないと思うんですけどこれはもう事務所としてはですようちの大事なやっぱりねっていう、うん、何番だえ,えちゃんと描いてくれるんですか <laughs> その番手はそれでもいいんですけどいやだから我々我,我々から不思議な なんか特別出演と友情出演何が違うんだろうとか思うじゃないですか、なんか <laughs> ね、違うの思いますよね、いや、特別出演、だから特別な感じであのこの作品には出てると分かる、でも友情、誰とのとかって、友達って誰ととかって、いや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  <laughs> あと何だっけ、何出演だっけ、特別出演、友情出演、あ、カメオ出演。 カメオ出演でほら、出て、え、この跳役みたいな。カメオって、どういう。なんかカメオって宝石みたいな、なんかね。えー、カメオ出演。カメオ出演ありますよね。スーパーエキストラ。あ、スーパーエキストラなんだ。あ。 じゃあ役柄として出てるんじゃなくて一応、書いてありますよ、ウィキペディア的には、俳優や歌手、監督、ね、漫画や小説などの原作者、うん、あと政治家、スポーツ選手とかね、ゲストとしてとっても短い時間、出演することっていうあ、遠目からでもはっきり分かる、やっぱりあのほらそういう装飾品のカメオってなんかそういうかプローチみたいなのあるんですよ、カメオっていう、英語なのねででそう呼ばれるようになったっていう。 ガリレオンに東野先生がちょっと出てたらみたいなあガリリエオン例えばそう東野慶吾さんがちょっとしたあのお店の主人役とかでもしも出たりとかしてればそれはカメオ出演。映画ではよくありますよねあの監督がね海外の映画なんかでは監督が自分でタ,タランティーノさんなんかよく出てるじゃないですかタランティーノさんだったあとヒッチコックさんとかも必ずカメオってるよねは、ね、はいはいはい。あとマーベルの作品にはもう亡くなりになりました必ず原作者の方とかがチラッと出てるとか福山さんカメオ出演あるんですかカメ カメ,オカメオではない,、ね、いカメオっていうとコメオみたいな感じになんですけども <laughs> カメオへ、ね、カメオではないえ今まで特別出演優勝出演ってあるんですかアトランタブギとアトランタブギウォーターボーイズウォーターボーイズ声だけラジオンだけでしょ、はい、あれ声だけだった撮りましたもんねあとは台湾の

たまにそういうこと今ありますよね、うん、なんかねはい「キャー福山だわ」とか日本のスーパースターとして本人役で同作に出演することになり <laughs> <と>役作りがゼロでいいっていう逆に難しかったですねあそうですかうんスーパースター感をより持って出した方がいいのかな的な雰囲気にうん <laughs> ちょっと恥ずかしいですよね <laughs> <laughs> それはね スーパースターの役福山さんですって言われるっていううそれは恥ずかしいですねああそれをだから自分でも当然のこととして受け止めてるっていう雰囲気で演じないといけないっていういやーそうですねそんなことも、ね、ま,まあそんな感じでね「兄、うん、じゃダメなんですか?」いいいやいやいやというお話をさせたかったんでしょう小原さん小原さん,小原さんのそういう話を。 ね、小原さんのそういう今はすっかりあの下脱したふうに見えるブログの文章を読んでるとそうなんだけど。 やっぱどうしてもそういうこう意地悪なこう気持ちっていうのがう <laughs> まだやっぱり煮出していくと悪が出てくる、ね、出てくるんでしょうねまあまだまだで <laughs> 出ますよ。アクトリ,クトリま,だまだ出ますよ。<laughs> ね二じゃダメなんですか。<laughs> いや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 意外とショーレース気にしてるからなんか本当に二 <laughs> 位だってすごいですよ <laughs> この言い方がまたなんか二位だってすごいですよ。<laughs> えそうですよ二位の下には三位がいて三位の下には四位がいますから。<laughs> それはすごいことですよでも銀メダルの人の悔しさっていうのがあるんですよ、これやっぱりね。そうですよ。ね銀よりも金っていうね。誰もこのこと俺に言わなかったから。<laughs> あれダニエルさんも誰も何でも言わない。t s p さんも誰も何でも言わない。でございうのは誰も言わない。ああ それをあえてここでぶっこんできたっていうこの小原さんが塩を塗りに来たわけです <laughs> いや傷なかったのに <laughs> 傷はないよ傷はないけど <laughs>、ねえー、特に何もないところに塩ではなくなんだ急にこうアレルギー反応を起こすようなものをベーッとこう塗布された感じあなんかあの漆の木のエキスかなんかを急に漆を塗られたわけですあだから急にかぶれてきたみたいな感じ <laughs> えー、大泉洋さん、ね、黒岩妻さんおめでとうございますいでは今週も行ってみよう福山雅治と地底人ラジオ,ラジオ君町リクエストのコーナーです、はい、東京都ムーちゃん、はい、渋谷のラジオでおきのムーちゃんです根地底人根地底人武道館ライブお疲れ様でしたありがとうございます私は今回3日間すべてオンラインで参加しました初日から最終日までの短い 間に曲順や演出を変更したり3日間の進化の過程が見られて良かったです今私は会社を休職中で今後体調が回復したら復職するかどうするかで悩んでいますライブを見て自分にとって何が大切で何が幸せなことなのか確認できたような気がします素敵なライブありがとうございましたリクエストは幸福論をお願いしますあ,ありがとうございます そうなんですよね。三日間いろいろ変わってきましたね。やっぱあのちょっとその僕も映像を見たんですけど、はい、あの台が小さいですね。<あ>お立ち台はね。いやまあ、まだ引っかかってますやっぱね。<laughs> だってまあね、見てる我々から見てもおちっちゃっていう。 あれどうせだったらみかん箱にすればよかったですね。<laughs> ああののみかんってて書いてあるねでもみかん箱ってなかなかないよね。でもよくいまだにほら売れてないこれはもうなんかもうねレコード店の店頭でみかん箱に立たされてなんて言いますけどみかん箱的なものにねちゃんと武道館が売れてるのにみかん箱より低いものに乗ってたからね。しかもみかん箱より細長い感じがしまええー あれ課題ですねやっぱりちょっと他の若いアーティストのライブとかフェスとか見るともっとなんかこうがっしりした金網でメッシュみたいになっててそうですねなんかちょっとこうロックな感じのはい見栄えがよろしい感じのものになってますねあれはやっぱりちょっといい勉強になりました年末はじゃあめちゃくちゃでかいみかん箱にすればいいじゃないですかなんか、えー、みかんって書いてある ででも思ったんですけど僕どうしようかなと思ったんですけど今 K アリーナで言うと K アリーナ扇状にこう年末にやるところですから、ね、そう年末にやるところ出来上がまだ出来上がってないですよねえっともうぼちぼちですよ出来上がってるかもしれないですよなるほどねすり鉢状になってるんでしょ,ょっ、うんあのー、すり鉢状になってるから普通こうお立ち台に上がるのってフェスとかが多いじゃないですかあのフラットなところで見えづらいからあでもそうでもないか埼玉スーパーアリーナでやってるアーティストの方で台に乗ってる人いたな乗ってました まあでも今後のこともあるから一回作っといた方がいいかもねだってもう一回作って置いておくとなんかの時にパッて出せますもんねあれ持ってきてとかってねそうね、えー、あとまあもし使わなかったら家に置いといてもいいぐらいの大きさだと思うんですよね <laughs> 上にあるものを取るきにねこう乗ったりとかね棚の上そうそう,そう,そう<の>脚立式にしといたりなんかしても,、ね、もし倉庫に置いといてなんか埋もれてしまうようなものであれば、えーえー、埋もれてしまうようなものというかサイズ的にさ多分 半丈ぐらいでしょう。あのー、よくあるあの小学校の時の校庭で校長先生が話をするときにトントントンって三段ぐらい上る感じですかねあれ。高さはそんなないでしょう。あはい、あ、確かに確かにまあまあまあ。広さ面積。面積が多少はこう左右に動けないと。 繁盛まあ一ま応あ調べますけどあ<ー>まあそれだったら別に家に持って帰ってもいいかなってで持って帰りたいんですか <laughs> <笑><笑>天井を掃除したいとかきっときこう乗ったりとかしてい,い,いやいや,いやなんかその保管保存するのが結構保管が大変なのかなと思って、えー、その逆に、はい、ちょっと考えますわかりました、はい、リクエストむーちゃんからの幸福論よお送りしたのはむーちゃんから幸福論でした体調気をつけてくださいね無理をしすぎないように。 東京渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国24局ネットでお届けしております地底人ラジオ各コーナーをはじめとする番組宛てのメールは番組サイトのメールフォームか地底人アットマーク渋ラジドットコムまでどの放送局でお聞きになっているかも書いてくださいメールが採用されるとオリジナルの地底人待ち受け画像をプレゼントまた放送中はハッシュタグ地底人ラジオでのツイートも大歓迎です後日収録で紹介させていただく場合もありますと えっと、メールいただきました。はい、京都のマコリーヌちゃん、ええー、二十八歳女性広告代理店に勤めているそうです。M. B. S. ラジオでお聞きになっております。M. B. S. ラジオでお聞きのあなた、マコリーヌちゃん、こんち。ええー、いつも福山さんの表現する歌詞や言葉、メロディーに力をもらっています。私は現在お仕事で、えー、企業さんのテーマソングを作ることになってた。お<ー>人生で初めて歌詞を考えています。おお。 いろいろなことに気を配りながら人の思いを短い言葉で最大限に表現することそして想像してもらえることの難しさに震えていますが、うん、福山さんの歌詞にインスピレーションをたくさんもらいながら作っています、うん、映画やドラマさまざまな歌を作ってこられた福山さんですが苦戦している時はいつもどうしているんですかとズバリ言ってもいいいつも苦戦しているからどうしてるか分からない <laughs> もう分からないぐらい苦戦してるっていう。分からないああ 骨子を捉えることっていうのは大事でですよねでもはい、はい、その何を言いたいのかその広告があとは、えー、その商品自体が何を言いたいのかあと商品を作った人の思いってどういう思いなのかっていうことですね。でそのまず骨子となるメッセージを抽出すること。 こう一番濃いところをこうすど,ど,どう例えばドリップとも違うしな何て言えばいいんだろうそういうのってまあ蒸留していくってことですか蒸留か,かなでも違う,んかなんかうエキスを濃縮していくみたいなうん煮詰めていく違うなんでしょうねその素材の中での一番いいところを抜き出すっていその、はい、シャトーブリアンああまあお肉でいうんですね <laughs> 一番これちょ,ちょっとしか取れないっていう、はい、そこの部分をちゃんとこう抽出して、うん、で今度はそれをどう料理するかだからね、うんうん、ただシャトーブリアンお肉でいうとシャトーブリアンだけ抜き出してこう生で食べてくださいっていうわけにはいかないのでうんで、うん、生で食べる場合もあるけどま,まあちょっと醤油とか塩とかつけるわけでそこにその今度は自分の解釈を載せていかなきゃいけないですよね。うん ただ抽出しただけだとシャトーブリアンだけになっちゃうんでどう味わっていただくかっていう今度は解釈を載せていかなきゃいけなくてその解釈が間違うと「シャトーブリアンじゃなくなっちゃったじゃん」って言われちゃうんだよね。ここれれなななんのとかっってちゃうでシャトーブリアンに ああなんだ一番合わなそうなの今一番おにお肉に例え始めたから変なことなじまて一番合わないの何シャドウ。一番合わないの？合わ,いの合わないのってなんだろうな。えっと <laughs> なんか何でも美味しくなってしまいそうの気がしていかんいかん。え生クリーム生クリーム。ーそうね。まあ例えば甘いなんか。 砂糖,砂糖をもうまぶしてそこにコンペー糖をべったりつけて「はいどうぞ」って言われたらこれはもったいないなっておいしかったらどうしよういや分かんない意外と何でもおいしくなりそうだけまあでもねはまあねそっちじゃないだろう塩の方じゃないのって言いたくなる塩とか醤油とかわさびとかじゃないのかっていう、えーえー、まあその解釈をだけど塩や醤油やわさびだとあのマコリーヌがやる意味はないのよだから じじゃないけどコンペトじゃなないいけけどどや,やっぱり隠し味に砂糖ってのったらさっきと同じ味でほ他の人がやってないことをやんなきゃいけないのっ <laughs> 確かにほほーっていうそうきたかしかもよ今までより今までの塩や醤油やわさびのシャトーブリアンよりも美味しくなったって言われないとダメなんだねよりこう味が鮮明に鮮烈になった それでたまに金平糖にしちゃって間違っちゃう場合がある <laughs> や,<っぱ> <laughs> あやりすぎてゴテゴテしちゃったりしてみたいなそれってそれすごいインパクトだけど合ってるその,その表現でっていうなるほど伝えたいことがななんかブレてるけどみたいな感じ後になってみるとそれはすごかったねっつって僕らがあ<ー>、あのー、改めて今,今改めて再評価 しているスターボーボであるとかももうだからあの10年に1回ぐらいこの番組で話題になりますけども <laughs> あの昔のアイドルですよね,すねあのコンセプトが宇宙から来た3人っていうねでも1人の方は長崎出身だったんですよ。<laughs> で <laughs> あの売れたかったら急に普通に水着になって人間かいってなったっていう <laughs> ブレブレだったっていうねアイドルのいたんですようでも、まあ、今となってはその、はい、時代がそれだけこう。 昔だったっていうのもあるしそういうエピソードもひっくるめて楽しめるものになってるじゃないですかまあ逆に言うとあまりにもすごすぎたから今こうやって話題になるっじゃなるんですけど、ねね、でも当時はやっぱね 売れなかったわけだから,だからラムーだってやっぱ今聞くとすごいかっこいいです菊池桃子さんがあのちょっといろいろ悩まれてるときにあったアイドルですよねこれねか,かっこいいんですよでも今んかなんかの記事でまた出ててラムーの件がそうなんですかで改めて聞いたらやっぱすごいかっこいいわけええへへへいや昔のなんかあの歌番組出てるの見たらなんか菊池桃子さんのかわいさもあってなんか意外にいいなと思ってなんかブラックミュージックなんですよねなんか「アース・ウィンダのファイヤー」みたいなのすごい影響を受けてるから、ね、音楽的にはすごかったりするんですよなんかねだ 大人の力私 <laughs> <や>もほうかさんのやりたいことは全然ゼロパーセントなんですけど多分いやまあまあまあ分かんないけどい<や>でもいいかなと思ったんですよ <laughs> はい、はい、ちょっと、うん、ね<え>だ今高い次元でこう大人がやりたいことと本人がやりたいこととかはい、はい、やってみたいこととか高い次元でこう合致してるじゃないですかアイドルプロデュースとか。はいはい あのモモクロさんとかもそうだったのかな。あ、あのねモモクロさんもねあのマネージャーさんの有名な方のスター・ダストの方ですよね。そうですね。うん、だベビーメタルも、うん、あのマネージャーさんがもうヘビーメタルが大好きで、でジレまたにもうなんか自分のもう,うヘビーメタル愛をぶっ込むみたいな感じそう。スタッフさんのその熱い思いとエンジャさんとしてのこうパフォーマンスする人の思いととうん、うん、思い思いやってみようと思う気持ちとか、ね、が。 高いい次元でで合合致してる場合はうまくいくんんすクロさベビーメーターさんもそうでしょう。なので、えー、とにかくその素材は絶対残さなきゃいけないんで、うん、シャトーブリアンだったらシャトーブリアンにしなきゃいけなくてあのいや私はやっぱりその大間のマグロがいいと思うんでマグロにしましたって言ったらこれダメなんですよ。<laughs> 確か<に>だからシャトーブリアンをいかにシャトーブリアンのまま。うん でもシャトーブリアンこんなシャトーブリアン食べたことないっていう解釈をいや難しいですよでもそれがクリエイティブなので逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ急に怒り信じになりました逃げちゃダメだ逃げちゃダメだシャトーブリアンじゃなきゃダメだシャトーブリアンじゃなきゃダメだ大間のマグロじゃダメだ怒り信じと高級食材の合体っていうその頑張ってみてください では私がタイアップでね、えー、オファーをいただいて私なりの解釈で書かせていただいた曲ですゼロ地底現場ジオ劇場版コナンの主題歌でしたね、はい、ゼロお送りしました、はい、さあ夏の武道館福山さんね 3days にはドラマラストマンで福山沼にハマって初めてライブに足を運んだという方も少なからずいらっしゃったと思いますがまあこれまで 福山雅治をかっこいいと認めたら負けだと思っていたもしくはもう全然興味な,なかったけどみたいなね一切ねえあるいは福山雅治は私とは一生関係ないね人だと思ってた知ってはいるけどね,ね<え>知ってはいるけど関係ないなって、えー、知らないそういう方からメールが届いているこちらのコーナーです素直になれなくて。 その言い方ですよねねなんか、ねえー、<laughs> 福山雅治をかっこいいと認めたら負けだと思っていたけどラストマンをきっかけに福山沼のほとりに立っていたって一歩踏み出してしまっただけどまだブロス、ね、福山さんのファンクラブ友の会入会までは行ってないという方には、えー、シカゴの素直になれなくて、えー、ブロスに入っちゃいましたという方には福山さんの言い出せなくてがかかるコーナー、ね。非常にこう 一生懸命活動してる感が触れるコーナーですよね。<laughs> ファンみんな集まれーっていうね。すごく一生懸命ですよね。えー、こういうことって大事だと思うんですよ、えーや。やっぱりこっちが頑張ってやんないと、そう,う,な,そうなんですよ。伝わってしまう来たい人だけ来ればいいみたいなね。そのいたけだかな態度のお店って入りにくいじゃないえー っていう感じでガチャッと開けた瞬しまいられたらあ、えっ、すすもすーって後ろに帰りたくなる。そうじゃないよ。もう全然全然もう入りやすい感じ。えー、そうですよね。そう、えー。沼にどんどん入ってほしいということで今回は、札幌のコトちゃん、45歳女性公務員の方、HBC 北海道放送で聞いていただいております。HBC 北海道放送、昨のあなたコトちゃん、メール。えー ありがとう。あ、あ、こんにちはいしんる、メル、ありがとうん。こうとちゃん。こうとちゃん、やっぱり。ナックスファン歴、もうすぐ二十五年だ。さすが北海道。なんだって。えー、いやいや、まあ、でも、近いとこにいるから。ね、えーねえー、えーえー、ほら、ファンのこと、子猫、ね、よちゃんファンのこと、子猫。子猫っていうの。うん、あ、すみませんでしょう、大泉さんのファン。おしゃれ、おしゃれ。子猫ちゃんって言うんですよ。え、なんですよ、ど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 ういうこと。え、どういうことか、わかんないどうしてそうなったの。いや、ごめんなさい、その、なんでか、わかんないですけど、でも。 あの大泉さんのファンの方が、例えば私がなんかほらセルフィーやってみたいな、実況やってみたいなの書いて、うんうん、そこにいや楽しかったですがとか子猫ですとかって書いてあります。すごく可愛がってるし、可愛いってこと大泉さんならでは、ちょっとこうジョークも含めた、子猫ちゃんっていう感じなんでしょう。ちょえ、どういう関係なのって思って。僕らおじさんからすると、えーえー、子猫ちゃわわんになるわけじゃん。 ちょっと可愛い,い子猫ちゃんみたいなちょっとなんかこうちょっとそのえエチーな匂いもする感じのこうね支配感があるわけじゃないですか子猫ちゃんって言われたら、ね、子猫ちゃん可愛い,いやつらだ子猫ちゃん喉を鳴らしてぐるぐるみたいな感じねそういうこと いやわかんないでじゃ聞いてくださいよじゃちょっと大泉<ー>さんごめん,いさんなさいごめんなさいな長くなっちゃってえでも大泉さんはやっぱそうだからでもみんな子猫ちゃんですでこの方はね、うん、ナックスファン歴25年、うん、ねそしてもちろん子猫ちゃん陽、うん、ちゃんファンですって書いてますねい,いいんだおめでとうございますね<え>ありがとうございますなんかもう僕もありがとうございますねえい大泉、ね、さんの最近は仕事や子育てで忙しくナックス関連ドラマでもまあ おナックス関連ドラマ、ね、ナックスの皆さんたくさんいるから、それ出てるドラマ、いろいろある、それをえ倍速で見たり<ー>あ、まあね、忙しいから、ひどい時はえ早送りにーってして、安田顕さんとかで例えば出て,る出てるシーンだけ見て、にーって飛ばしたりとかもうしてました、ごめんなさいってね。でもラストマンは本当にずっぽりはまり、でもほら、出てても今まではちょっと倍速だったかもしれない。ね、ずっぽりはまって毎日繰り返し見まし見た、まあ、ありがとうございます。 ふと6話か7話あたりからあれうちゃんより福山さんにはまってる自分に気付いたんです気付いちゃった <laughs> あれこっちあれ隣の沼からこっちの沼に移っちゃってる気付いちゃった私は結構ね福山45歳の方福山ど真ん中世代 福山世代ね。ねまあいわゆる松坂世代とか。か <laughs> 大谷世代とか若い世代ありますね。清原世代。いやいやいや、清原久は世代ね。野球に例えると色々ありますか。なんで野球かわかんないですけど。長島世代。そうそうね。うん、ねなんでだったんですけども、まあ正直ほらこれまで本当の意味では福山さんにはまってませんでした。ごめんなさい。いやそれはそうですよ。あとたくさん他にもいますから。で例えば好きな芸能人はえ誰かいるのってことちゃんっつったらあ,あ福山？え？それは 無難だからあ,あれかな好きな食べ物なんですか?」って聞かれて「はいはい、ああ和食?」みたいな。あとか、まあ、もしくはほらあのもっと分かりやすくねあのなんかお寿司とかがいいんでしょうけど急にあのなんき「きくらげ」とか言い始めたら「きくらげ」って言われて「いやだけどえだからなんでそれあげるの?」ってね。<laughs> なんか話がちょっと煩わしい、福山って言ったら、あそう、ええ、イケメン好きだね、ぐらいの感じで、ほら、うん、終わっちゃうから楽でいい。なんでその人が好きなのかみたいなことをいちいちこう、ああ、福山、ああ、福山に、はいはいはい、<ー>福山、そうね、ほん、なんとなくね、ねはいはいっていうね。ってことちゃん、本当に好きなのは、ずっとようちゃんでした。それはようちゃんっていうと、なんでようちゃん好きなのってき何回か聞かれたんだろうね、多分ね。だから、え、なんでなんでなんで,なんで,なんでとかっていうか、面倒、うん、くさーってなっても、も福山、福山、うん、答えてたってね。 ですが、ラストマンでの福山さんを見て、横顔が綺麗すぎる。<う>初耳学の福山さんを見て、生き方や性格が男前すぎる。いやそれはテレビだからですよいやまあ、まあ。と、どんどんハマっていき、俳優福山雅治からアーティスト福山雅治にもハマっていき、うん、なんならブロス TV などで見るバラエティ福山雅治にも今ハマってます。ブロス TV まで見てくれてるんだ。まあ以前やっていた そして「あこれやっぱ魅力的だわなんでこれまで気づかなかったんだろう私と」と、うん、武道館のタイミングにたまたま東京に行くことになりました、うん、どうしても我慢できず立ち見席にチャレンジしたらチケットがゲットできてしまいましたでこれまだほらあの武道館の前のメールなんできっと当日はブロスに入会したら、えー、南さんのアクスタにもう 誘惑に負けそうですねようちゃん子猫ちゃんからね今浮気しているようで心苦しいですでも福山さんのことを考えすぎていてこの間夢にまで出てきましたんこんなちょっと痛い私に何かご助言くださいまだ入ってらっしゃらないもう入りそうでもしかしたらこれもう武道館でね入っちゃってる可能性あります で、南さんのアクスタをゲットしてる可能性がありますか確かにメールアドレスもそれ,それはそれはもう25年間ファンをやられてるなっていう方のメールアドレスほんとだうん、うん、ご条件うんずばり言ってもいいお願いします琴ちゃん君ねもう入ってるよ いいややごめんなさいまだ本人入ってないっつってのにだってほらごらんいや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 ごらんへ心は入っちゃって心がファンクラブに入会ってシステムあるんですかそんなあとは具体ああそっかそっかそっかまだ心の部分で入っちゃってるから入っちゃってるからいやこれ結局入ったかどうか知りたい気もしますけどこれねで一言ね送ってください入りました まあでも別に子猫ちゃんでありながら入っていただいてブロスだっても全然構いませんいやいいんですよ。あのー。なんてんですか。もっと気軽に考えてください。あ確かにね。一人しか好きでいちゃいけないんだってことは全然ないわけですから。ハマるというかその押す、うん、という行為においての恍惚感という到着地ですよね。喜びを与えるる同じですよよね、うん、大泉ささんんかかららもも福山さんからも押したことによる甲骨とにいう名の デスティネーションですよね。<laughs> 急に英語を使ってみて、そうです。まあまあそういう運命。アライバルですよね。アライバルですね。だから一人、別に、あの、大泉さんに後ろめたい気持ちを持つことはない。<laughs> だからもう、そう、ファースト、早く、デパーチャーして。いやいやごめんあの、気持ち離れていくかもしれない。そな <laughs> あれをこんな人だったんだっけみたいな。じゃあ、今日の段階では、まあこのメールの段階ではまあ入会してないですよ。 今日の段階ではこの曲。<laughs> そうなんか日本のラジオ曲のすべての番組の中で一番このシカゴのハートゥーセイムソリかけてる曲番組ですよこれね。そうそう多分そのうちこのことがシカゴに届きますよ。えピーター・セテラとかからなんかお、oh, Thank you 福山ってくるわけですね。なんか日本のあるラジオ番組で毎週かかってるらしい。<laughs> 日本の結構トップアーティストをすっごいかけてくれてるらしいぞつってそういやもちろん曲が好きだからかけてるんでしょそうですねもちろんこの「素直になれなくて」のコーナーではラストマンにはまって地底人ラジオを聴くようになったというあなたからのメールをお待ちしておりますあなたが今まで福山沼にはまっていなかった理由とファンクラブブロスにもう実際入会したのかどうかもお書きくださいメールは番組サイトのメールフォームか地底人アットマーシブラジドットコムで待ってますお送りしたのはシカゴで How to say I'm sorry でしたさあ変わっては今までねその素直になれなかった方の入会も増えつつある福山さんのファンクラブ友の会ブロスとのコラボレーションによるこちらのコーナーです服の話、えー、ブロスで年4回発行されている解放誌ブロス限定マガジン その紙面で福山さんが、まあ、ブロス会員の方の悩み、質問に真剣回答しているコーナーの一部を地底人ラジオで音声コンテンツとしてお送りいたします。えー、テーマ3つです。まずはこちらからと、えー。まず人生相談ですね、ブロスの方々の。えー、こういう相談来ております。<あ>千葉県の27歳女性のサオプニちゃんですね。 えー、会社に10年近く勤めているんですが2番手でなかなか出世ができないんです福山さんなら転職考えた方がいいと思いますかっていう2番手じゃダメなんですか？またオープニンに関し戻っちゃったよ。2位じゃダメなんですか？いやいやいや,いや同じ悩み持ってる人ここにいた。悩みってう悩みって言うな。う <laughs> 同じ思いを秘めた方がここにいたこれ2番でも。 まあ27歳ですかねその番そうか27歳で10年近くてってまあだから高校卒業されてパッと入られたんですかねで,でなんか出世もうちょっとしていいはずなのにこう 2, 2番手で。 まあ、でも、二番の人なんじゃないんですか。いやいや、ね、僕みたいな。言葉が急にぶっきらぼう、ぶっきらぼう僕みたいな。いやいやいや、ぶっきらぼう。なんかこう人格。そうだね、に乗ってあげてよ。いやいや、なんか一番なれない人。いや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 。な。<laughs> <laughs> そういう話すると、本当喜ぶよね。<laughs> いやい、<laughs> 心から笑ってるもん、そういう話。面白い、面白いなと思って。い,じゃない,いや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 。ねえ。 これはねでもこれあるじゃないいやいやそう私だって別に全然1番手なんか慣れないんで2番手3番手4番手の気持ちよく分かりますよ 2>, 2番二番の人なんだよだ,からだって1人しかいないわけだから1番手の人ってどの業界でもねこの人といえばって一番もう,う僕はもう2番の人だよ <laughs> 自,分これ自分のことになってる <laughs> 僕は2番なんだよ <laughs> でも2位じゃダメなんですかいやだからダメだって言ってないじゃん <laughs> ね小原さんからも2位でおめでとうございますよかったですねっていう2位でおめでとうございます <laughs> 2位もすごいんですサオプニちゃん2位もすごいんだから3位4位がいるわけだからっていうねえ <laughs> <も>責任が持ちたいのもっとねえだからまあ偉くなるってことはそうなんでしょうね、まあ、給料もちょっと上が,上がるってのがあるのは責任が取りたいのかな給料もめてあとまあ,あの自分が思ってるほどなんか認められてないかもでもねそういう人って見ててわかるよね<あ>ダニエルさんなんかはやっぱそうなんですよ、はいあ ダニエルさんってたまにこのマネージャーさんね福うちのラジオに出てくれる彼すごくいい人で気も優しいしだけど彼は自分の中で自分にまだ納得できてないし満足できてないし野心も向上心もあるんですよそんな感じの人なんですかダニエルさんはダニエルさんの中にもっとかっこいいダニエルさんがいるんですよ。 だから自分で見たらもっとそういうふうに見えてるんだけども他の人から見たらそう見えてないんじゃないかなっていう葛藤を感じてるっていうなんかちょっとダ,ダニエルさんって、はい、あのナチュラル系というか天然系というか柔らか系でしょそうじゃないダニエルさんがダニエルさんの中にいるのよババババシシシシもう切れ味鋭い<え>もうシャープな、うん、あだからといってこあの高圧的じゃないよももちろんもちろろんんそういうダニエルさんじゃなくてもっとなんか 物腰柔らかくしてるんだけどスパスパスパみたいな的確にパン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 そういうダニエルさんのイメージを持ってらっしゃるよねっていうふうに僕何回か言ったことあるそしたらそうですかねいや絶対本当そうなんだろうなねえピーチちゃんねあピーチさんもやっぱりなんとなくそういう気持ちわかりますピーチちゃんもそうだしボ。 あ、ち、ちぼう、ちぼう。ちぼう。いや、まあ、元ネタがわかんないだろうな、ね、ちぼう。<laughs> ちぼうはどう、<ー>どう、どう、なんかわかる、僕は言ってること。あー、なるほど、みんなニヤニヤとわかるっていうね。<laughs> あ<ー>。でも、それがなんか素敵なのよ。そうやって自分の中でまだ達成できてない、はい、なりたい自分のイメージがある。そこに向かって頑張ろうとしてるっていうのが。うんうん、あの、ダニエルさんはあるよね。包丁心そうそうそう。 でもだからそのギャップにちょっと自分でうーんってなってるっていう。うん、なってた時もあるけど最近はうん割とあ僕ってこういうキャラですよねっていうのを落ち着いちゃった。うん。あ<ー>まあ受け入れながらもでもあのー、まだ頑張ってるっていう感じ。だからまさにこのサオプニちゃんもねなんかあれおかしい自分の中でもうちょっとイケてるあれで周りからの評価はちょっとあれ二番あれ。そうだから話はひるがえって二、うん、番手の人かもしれないんですよだから。ああ。 周りからら見たらね二、うん、番手って羽柴秀吉はやっぱりまあ信,長、ね、信長がやっぱりナンバーワンで秀吉さんはそれはもうだって引き上げてやったさ猿ってもうね言われたりとかして、うん、でも結局それで最終的にはあの本能寺の変を仕掛けたのは秀吉だったんじゃないかとかね。 とか言われたりもしてるけど、えー、まあ三日殿下とか、ねね、結局ねいろんなこと言われてますけどいや,いやだからやっぱそれはもう2番手も2番手だったんじゃないですかねそれ家康さんは家康さんはだからもう2番手どころか多分もっとなんか信用を置けないやつみたいな雰囲気だったんじゃないですかね,こうね<ー>何考えてるかよくまあねタヌキみたいなこと言われてるみたいですけどまあでもナンバーワン1位トップっていうとやっぱ信長さんだったわけですね 刀的にもノブ信、まあねまね、んだったわけですねねまさにだったから戦国武将の中のトップ兄貴だったわけですから、あのーまあ、スーパースターだったわけです、ね、そうで,す、ね、で秀吉さんと家康さんはスターでスーパースターは唯一ノブ兄だったわけです、ねうん、だから二番手っていう人ってそうなんですよだからつって「諦めて」って言ってるわけじゃなくってはい 2番手でも天下が取れるっていう秀吉だったり家康だったり弱くても勝てますっていうのがあるわけじゃないですかねだから番手そんな気にしなくていいんじゃないみたいな、ね、まあねさおぷにちゃん的にはなんかふうってなってるんでしょうけどまあまあまあ,まあ,まあ、まあ、ただこういうふうに野心を持ってるっていうのも素敵だからいやいいと思いますだって全、うんまあ、くやる気ない質問面白くない質問とかうの,の転職じゃないから。 絶対一位取るんだと、番手テ一番手になりたいんだ、だからもう転職するんだってなってもいい。いやもちろんだからもっとこっちの輝けるかもっていうのがあればね。うんなりたい自分になったらいいさ。いいさいいさ。ね。じゃちょっと曲いこうかまず。ね。二位じゃダメなんですか的なそんな曲あるんですか。ミスキャスト。お聞きしたのは福山雅治でミスキャストでした。 さあ福山さんファンクラブ友の会ブロスとのコラボレーションによるコーナーですけども続いてのブロスからのメッセージこちらです今更聞けない福山さんへの Q&A はいはいこの,の来てます兵庫の新米ママちゃんありがとうございます新米ママちゃん二十八歳ね女性の方自分の体調がいいベスト体重ってありますかあればコンサートやドラマなどお仕事によって違ったりしますか私は出産後にまあ生活リズムがね乱れて体重が 急減減ってしまい、筋肉量も代謝も落ちて疲れやすくなってしまって困ってまーすね、ね新米ママさんだからいやいやいや、それは体に相当なやっぱり負荷か,かかるって言います、まあ当たり前ですけどもね、いや、まだ筋肉量落ちたり、代謝落ちたりされてたりとか、あとまで骨盤がとか、いろんなことあるでしょうかね。ゆっくり戻していっていいんじゃないですか。ねね えー、まあでも福山さんだからコンサート体重とドラマ体重とかいろいろ違うんでしょうねなんかね役柄によってね。まあ体重一口に体重だけでは測れないところもあるんですが筋肉、ね、まあ体重っていうことでいうと68ぐらいまで落としていくとまあなんかちょっとこうフェイスラインとかシャープになっていきますけど<ー>まあでも70から71一 1.5ぐらいまでだったらまあ許容範囲でかなと、まあ、筋肉量が増えれば脂肪分は数値的には減る,減ることになるので、うん、体重が同じでも例えば体重が7 2キロだったとしても筋肉量で増えて 7 2キロなのと筋肉じゃなく7 2キロになってる7 2キロはやっぱ全然違うし、うん、6 8キロでも筋肉が落ちちゃった6 8キロと筋肉をキープしたまま6 8キロになってるのとはこれはシャープさとカットの見え方が全然違いますからまあ相当にね代謝量も違うでしょうしそないですね今何,、うん、何キロが上げられててあそういう時のバロメーターがやっぱりこう、ね、そうですいうねあれやったことありますなんかこう まあ両手に握ったやつね筋肉量から、ね、よくありますよねあれしゃがんでやってみてくださいよ<あ>こうやってそうするとも全然違いますからまたそれど電気の通り方が違うそうかそうかあれ電気量電気でね<う>これぐらい水分があるとかで測ってるんです、ね、太ももとこうやってお腹かとかこうくっつけて<あ>腕とかもくっつけてこうあの体,体操座りみたいな感じで あの体重計の上に乗ってあのバーを持つとそんなことやでしょ見たことない全然違いますよ。<laughs> 見たことないし、なんでそんなことやってるのって見てあのあの病院の方思ってるかもしれない。数値良くなりますよ。良くなるんです。でもよくなった方電気がバリバリ流れるわけだ。そあそうかそうか。それがいいのが <laughs> 多分それはあのお勧めされている体体勢じゃないでしょうから。めちゃくちゃのあの体脂肪率減りますいやいやまあそれ,それは多分良くないんだろうな精神的にはなんかそれはあの <laughs> いやいや,いや本当は違うと思ってるとやっぱねこれ。 <laughs> いや、だって電気がしっかり流れてるから、こっちの方が正確ですよ。でも普通はほら、こうやって測って、る立って、こうやって両手を伸ばしてみたいなこと言うじゃないですか、なんか。うん、それだと電気きてないな。いや、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 いや。<laughs> <laughs> ね、はい。まあ、だから筋肉の筋肉量は。実際どれぐらい上げられてるのかっていうので、どれぐらいの筋肉量になってるかっていうのを測ってるわですね。だから体重としてはあんまり気にしてない。 ただ朝晩毎回必ず体重計には乗っていますなるほどはい朝晩乗っていますそうですね、えー、体重ベスト体重うんファイティングポーズ地底人ラジオ。お送りのは福山雅さんでファイティングポーズでした さあ福山さんのファンクラブ友の会ブロスとコラボレーションしてるコーナーです。うんえー、こういう質問をぶつけてみようと思います。これはあの「もしも」シリーズっていうね、はい、まさにもしもこうだったらどうしますかっていうね、うん、え皆さんからの疑問質問来ております。新潟県のひいちゃん51歳女性の方ありがとうございます。<laughs> これすごいですね。もしも福山さんがお祭りで屋台を出すなら何の屋台ですかっていう。うなぎ釣り うなぎ釣り。そんなの見たことない。あるじゃん。どこに。福岡にもあったよ、博多にも。うなぎってあのニョロニョロしらもん。あ、うなぎ釣り知らない。知らないですね。大原さんも知らないの。え、スタッフさん、皆さん知らない。スーパー。知らない。つまり、やってみたいでしょ知らないってことは。いや、あれ、うなぎなんかぬるぬるしてて、あの。そのまま焼いて、あの釣ったら焼いてくれるんだよ、現場で。さばいて。そう。 あれって頭にカーンくぎって、そばから意外に子供とか引きますよなんかあれ、うわーって。ああ、俺でも子供の頃からあれすっごい食べたかった。だって頭のところにカーンが足んカンくぎって、さあ、ガー引いて、そうそうそう。焼くとだって20分ぐらいかかねかかるかかる。<laughs> それ、こだわりのうなぎ屋ですよね、それ。うなぎ釣りで時間かかるよってやつですよね、えー。だって僕ら子供の頃まあ今でもそうだけど、うなぎって高級じゃでさいや、そうですよね。安くはないですよ。 もううなぎうぎゃーいるわけですよ。で、あの引っ掛け針、<ー>その三つに分かれてる、三<ー>股に分かれてる、あのー、バッと分かれてるやつで、あの、ね、引っ掛けて、おお、だから引っ掛かってそれうまく引っ張りすぎないようにゆっくりしていかないと、わらーってやるから、そう,そうそうそう、ブチーンって切れる。あ<ー>まず釣れない。釣ったことあるんですか。小学校中学校の頃長崎にはあったのよ。<ー>で、遠日の時も出てたし、あの日常的にやってる。 うなぎ釣り屋が大鳩っていう港にあったのよ釣り堀みたいな感じでそう,うなぎ釣り屋がでうなぎが生けすの中にずっといるわけで<う>高いんだよいくらですか 1>, 1回いくらだっけまあ子供ながらにやってたんだけど1回200円とかで高<っ>もう5回ぐらい平気で失敗するからもう1000円とかすぐなくなっちゃうわけお小遣い1月分超えてくるじゃないですかそ,のそうなのよでも結構俺 ま周りは行ってたかどうか分からないけど俺結構好きで長崎にいた頃は一度も釣れたことがなかった僕にとってはもう幻だしあの憧れのフィッシングだった憧れのアトラクションゲームだったのよ。でもある時割と最近なんだけど十何年前ぐらいかな。 博多のあの中洲のね繁華街ね大きな川沿いのところに、うん、店出てて何<え>か縁日やってたのなんかうなぎ釣りが出かたのよたまたまそこに行ったわけですよねそうおうなぎ釣りがあると思って、ええ、でやったわけ、はい、でや,やってて失敗何回か失敗するから相変わらず、ええええ、そのうちそのお店のさ,おじさうなぎ釣りの お,お姉さんだったかな、うん、妙齢のお姉さんだったかなあ、うん、まあ僕だっていうふうに気づいてくれて、はいあの「それだと釣れないですと」とその釣り方だと「えどうやってやるんですか?」うなぎの習性を利用するんですって言われて「はい、いやでもこういうとなみんなうなぎ釣りできちゃう,う,なちゃうかな行かないし見たことない <laughs> 調べてみてよ出てくるからうなぎ釣りうなぎは好きですようなぎは好きですけど別に釣らなくてもいいっていうで出てきたでしょそこ釣り方釣り方,釣り方な,なんか出てこないじゃないですかだっていや釣り方言うとなんかちょっとじゃわかりますいやいやみんなすごい<て>そんなにもったいぶる必要全くないと思うけどそう言いたくないなら別にでんじゃないよめちゃくちゃもったいぶる俺が何回をやっても無理だったんだからでそれでやっと そのアドバイスを受けてやってみたら初めて釣れて、えー、あやっぱり言われた通りだと釣れるんですか釣れますああ<ー>でも言われた通りにやったからといって、あのー、本当だヤフー知恵袋でも夏祭りの季節ですが露店であるうなぎ釣りのコツを教えていただけませんでしょうかっていう、うん、あベストアンサーもありますよ何て書いてあるいいですかうん エラはもうちろん絶対エラじゃなきゃダメよ釣りセットの糸は弱いので小さいうなぎからエラを狙ってください、うん、そうねやっぱりだ、えー、後ろからエラの付け根に引っ掛けますが楽しみは12回にして、えー、別に売ってもらえばいいと思いますといいますけどなんか釣れないんだよこれ本当にあすごいへえあ、本当だやっぱ意外とうなぎ釣りに関する質問いくつもあるな あるってみんな露店でうなぎ釣り挑戦してもうみんな釣れないんだからいやどこに見たことない,いろいろえ今でもありますかとかって質問してる人もいるし赤っ歯関節でも熊本の見たことないな<ー>博多の中洲名物といえばうなぎ釣りやっぱそうなんだ高級うなぎが500円でだから1回500円だよこれで<ー>そ,の場その場で焼いてくれたんだよそれもあで食べたんですか食べた食べためっちゃうまい<ー>、えー、うなぎ釣り ただし1本で何匹までなんかまってていやそれは何匹も釣れてるから1回500円焼き代200円えでまたじっと待ってるんでしょだってその10分ぐらいで焼けないですよそのねすごいなうまいんだよこれ<ー>焼きたてのうなぎじゃあ次に武道館やる時うなぎ釣り出してくださいじゃんああまあそういう店が東京にも今もあればね科学館にね射的とかの代わりにうなぎ釣り ほらこれサイトで見てるけどやっぱり一回もうなぎが釣れたことないってみんな書いてある、うん、難しいと思いますって書いてもしうなぎが釣れたらあなたはかなりの幸運頑張った分だけ高級なうなぎ店で食べるよりも美味しいかもしれませんよと、うん、ああ言いたいないや言わなくていいですよ大丈夫大丈夫いいそんなに別にそこあの悔しくもないから別にい,かあの見ていやそれは総のさんがそうかもしれないけど、ええ、うなぎ釣りに 挑戦した人たちはみんなほとんどの人が釣れてないと思うんですよ今こうパッとサイトで見ても釣れたって人あんまり出てこないでしょ根気が重要とか根気もあるけど違うですか根気だけじゃないのい大丈夫ですよそれ別に僕もういいですよ無理に聞かなくて別にそこはそんなにもう。 いや、ソックス今ソックスさね、今日本全国のうなぎ釣りリスナーからすごくなんてこと言うんだって怒られますよ。三人でしょ、絶対。三人。違う違う違う。やっぱもうすごい。すごくはないですよ。すごいいるんだからうなぎ釣りで。失敗して軸字だと失敗した人はいるかもしれないしてる人。あ、言いたいな。いやいいですよ。言たいな。すごい。 すごい本物の RG みたいなってなんかうなぎ釣りのあるある言いたいずっとずっと言って結局言わないっていう <laughs> 言いたいないやいや言いたいんだけど RG RG だ R G 言いたいたんだけど言うと <laughs> 言うと結構釣れる可能性がある、ね、ほらもう RG だもんあるある言いたいってずっと言ってるさこれでも分かってても分かっててもなかなか、えー、あそうですか言いたいなだいいもう RG だ RG まあじゃあじゃ逆にちょっと募集します。ええ、あ,あそうですか。うなぎ釣りで釣れたことがあってかつうなぎ釣りのコツを知ってる人。めごめんなさい僕ねこの地底人ラジオもね本当の多くのリスナーの方からメール来ますけどもこれね私断言します。いつも来ないです。で絶対来る <laughs> 総口。総武さん総武さんどっかそういうとこあるよね、ええ、こう自分の。<laughs> 自分のこう興味がないことに関しては非常にこうそんなん来るわけないじゃんっこうそういう振り込みをしてくれるよね。<や>来るからいや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 私は来ないと思うな10通ぐらい来ると思いますいや10通ですごい買いかぶってるそのうなぎ釣りの魅力を私見くびってますけどううなぎ釣りっていうものその見くびりがうなぎ釣りが今火がついてるからどこで 日本でだよまあいやいや全く火がついてない本当にああ蒼さんはうなぎ釣りリスナーからもうこれはもう引かれちゃったなうなぎ釣りリスナーああいやいやそれは切り捨てでもいいでしょそれぐらいだってうなぎ釣りして残念だ残念だリスナーが10人もう蒼愚さんのリスナー10人で多く見積もりすぎですよそれもうね言いたいいやいやほらあれあれだうなぎ釣りのコツを知ってる方メールくださいえ地定人 ア的人、あとまくブラジドットコム、知的人、あマークしブラジドットコムまで、えー、うなぎ釣りのコツ、えー、お待ちしております。<laughs> でもこれも来たら読んで、ああ、違うなーっていうだけで詳しく言わないんだろ絶対に。いや、ど,うどこが違うかなしから1個しかないから。ね1個しかないんですよ当たった場合、教えてあ、これだったって教えてください。いあ当たったら教えてあげる。はい、栃木県の由美ちゃん、ね、28歳、女性の方、ありがとうございます。 もしも正ルが, <laughs> ももが神様だったらすごい真面目に頑張っている人にどんな報酬を与えてこれなんか由美ちゃんがなんか真面目に頑張ってるのなんかっていう感じがする <laughs> なんかもしかしたらうなぎの釣り方だようなぎの釣り方を教えてあげたいよ神様だ神様だ私真面目に頑張ってます神様何かくださいお前には ウナギの釣り方を <laughs> いらないですそんなの絶いらないですうでどうやってウナギが釣れるかをい, <laughs> いらないいらない他のくださいっていう <laughs> <laughs> いや俺はお私はそれしか教えられないって言ってうなぎの釣り方を教えてくれるって <laughs> これ知ったら絶対やりたいからい <や S 2> うなぎ釣りいやいやいや,いやうなぎの釣り方ゆみちゃんもう処方んですよそんなのも <laughs> でさらばじゃうわ行っちゃった向いちゃったっていう <laughs> あたあじゃあちょう,う,なぎのうなぎ釣りいらんのないらんのやったら, <laughs> いらないいらんやったら報酬は、えー、頑張った分だけのそれはもうあのー お金といや急に起業家ですねそれ <laughs> お金とえあとはまあまあここ頑張ったねって具体的な褒め方といやいやいやすごいちょっといい社長じゃないですかそれなんかいい感じのここが頑張ってるところここ分かってるよっていうとことそれと次なるチャレンジとしてそれをちゃんと自分の部下や同僚やにその頑張って 評価されたその評価の部分をちゃんとんその実績をトレースしてくださいっていう,、はあ、う宿題を与えますそれ全部かもしくはうなぎのうなぎ釣りかどっちかど,どっかうなぎ釣りかどっちかっ そううなななるとうなぎ釣りを選選ぶででししょょいいいややばだって選ばないでしょ部下に仕事を渡していくって結構大変な仕事そ,それが一番大変なんだから自分自身が頑張って自分が評価されるってこれはね割とねそういう意味じゃ頑張ったらあの見てるとこは見てもらえるしあのそういう機会っていうのはあるけど<え>そうやってある程度評価されてその評価された自分の実績を今度は部下にトレースして渡していくて部下を え育てていくばてこれはねうなぎ釣りよりも難しんがこの神様絶対うなぎをんがう,うなぎしんがうなぎしんがうなぎしんがうなぎし神様なぎしんがうなぎしか選うなてくれないんだろうなと思って <laughs> うなぎしんが<や>うなぎしんが、まあ、うなぎにしんがうなぎ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 しんいうなぎしんが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 うろにね巨大うなぎがいるんですよま,またうなぎん <laughs> <laughs> えええ生息あの水族館みたいないるんですか？いるんです水槽に入ってて巨大って相当でっかいんですか？結構あるんですよここ,こんなこんな<え>どんなんもう直径ってかもうなんか二十センチぐらいあるからもうでっかああれそれが今いるかのちょっと調べてくださいけ今いるかなあ,、えー、あのねそれがね飾られてい,いるんですよ水槽の中に<わ>で神社の祠みたいな感じになってて祠だったかな そこで巨大ウナギにおう賽銭箱みたいなのがあってお金入れてお参りする祈祷するんです何を祈祷するかもう書いてあるわけこれを言ってくださいみたいな感じでもう書いてある文言がその文言ズバリ言っていいお願いする時にお金チャリに入れた手を合わせる巨大ウナギ様にその時のお祈りの文言

三十年も生きてるって書いてあるまだ生きてんのじゃこれ去年九月にブログアップしてる人がいますよ大うなぎほんとだ大うなぎ水槽ほらほんとだ運勢うなぎ登りって書いてあるほらほらあ運勢だった運ゃんうんせうなぎ登りって書いてあるほらあ,ほらあでかいあで、きこわでっかいのよ長生きうなぎそう,うわこれは怖わ えー、間違っちゃったな由美ちゃんお願いする人っていうか<ー>もしも正治が神様だったらっていうのがまさか大うなぎ様だった俺が勝手に大うなぎを憑依され<う>しちゃったからもううなぎに関することしか叶えてくれないっていう、ね、あでもほら由美ちゃんねあの運勢うなぎ登りだからだからちゃんと評価して報酬を与えて、ねね、あの金額です、はい、あのちゃんとお金としての、はい 僕が大オウナギ様だったらオウナギそう, <laughs>、ええ、そう,うわやばいこれから福山神社がもう絶対ウナギの神様になるんだろうな <laughs> これから、ええ、だってすっごいやったもんウナギ釣り <laughs> すっごいやったもん <laughs> 運勢ウナギ登りという言葉を差し上げますわかりました、はいはい、曲いきますか、はい、そんな歌ねえなウナギ登り うなぎのぼり駆け抜けていけみたいなのないなうなううぎのようにのぼっていけてないけどなんかこう上がる曲だよねうなぎのようにうなぎのぼりの,ぼりのように上がゲームえーお送りしたのは福山颯で「ゲーム」でした。 さあこの続きはブロス限定マガジン145をお楽しみにちなみにこの開放145、えー、今年の9月30日土曜までにご入会いただいたあなたの元にお送りいたしますお待ちくださいさあ地底人ラジオエンディングの時間です、はい、10月25日リリースとなります佐田雅史さんデビュー50周年記念トリビュートアルバムみんなの佐田 に私福山も参加させていただいております以前カバーさせていただいた雨宿りこちらの方で参加させていただいてますぜひこれはもう名曲揃いですから皆さんがどんなカバーをやられてるか僕も楽しみです福山冬の大感謝祭その21スタンド席のみのブロスブロスプラス F モバチケット二次選考が9月15日金曜 受付開始いたしまーす大変ご好評につき RSZ 席リアル最前列席ですねとアリーナ席の受付は終了いたしましたありがとうございました、えー、スタンド席、えー、もう少しございますんで、えー、皆さんもう一度トライしてみてはいかがでしょうかお一人様1公演最大4枚まででございますそして18歳以下の方はキャッシュバックです 価格が八千円になります。ライブの価格が、ね、会場はですね、みなとみらい K アリーナ新しくできました。十二月二十三、二十四、二十七、二十八、三十一、一月一日と六日間のライブでございます。ぜひ九月十五日金曜十二時からです。受付はよろしくお願いします。 オレとトラ第2弾オリジナルグッズ販売中です昨年末登場した私福山の愛病猫さんでございますオレちゃんトラちゃんのオリジナルグッズが最新の書き下ろしデザインにて第2弾アイテム販売中私書かせていただきましたイラストを写真をトレースしたんですけどねこの収益の全額はですね長崎県のふるさと長崎応援寄付金基金の中の動物愛護長崎犬猫殺処分ゼロへ寄付させていただきます 今後の動物保護活動の支援や啓発活動に役立てていただけるよう長崎県とも連携をとっていきますアーティストオンラインショップアスマートにて販売中ですご覧になってみてください地底人ラジオのオリジナルグッズも販売中です地底人ファミリーが描かれたオリジナルステッカーシールが登場ラジオは日常ノーラディオノーライフあなたの生活のあらゆるところに地底人ファミリーを忍ばせて日常を彩ってください えー、台紙は黒と白の2種類あって600円です各ねもうこのステッカーがですねこの番組作りの制作費のもう役に立ちますから新しししいいい機材とか購入ささせてくくださいよろしくお願いします <laughs> え各種詳細はですね福山さんオフィシャルサイト公式 SNS にて随時最新情報を発信しておりますのでそちらの方でご覧になってください。 知的人ラジオをききジをお待ちしております、えー、地底人ラジオを検索してメッセージをクリックして投稿フォームに行けますのでそこから送ってください。えー、うなぎ釣りのコツ <laughs> 人生うなぎ登りになりたい方からの <laughs>、えー、メールもうなぎ釣りのコツとともにお待ちしております。 まさかこんななにに大うなぎの話,うなぎの話になるとはねいやいやいやまさかって言ってる方が一番近づってましたけどもね,ま,ね <laughs> まあ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 あれウナギそんなに興味ないとかウナギは好きですよ食べるのはもちろんどこから来るか分かんないって言われてらあのー、謎の感じもねなんか一旦ハワイの辺りまで行ってるとかって話ですねなんかね,ねマリアナ海溝から来てるみたいな話もあったりねあと東京と大阪では焼き方が違いますねしす虫と焼きですよね まあどっちもいいですよね。<laughs> そうですね。えまあそうですね。あまあ名古屋でひつまぶしっていうのもいいですよね。いいですけど、これさん、エンディングにそんなにうなぎの話しなくてもいいと思うんですよね。別にまああのまあまあまあ、まあ、白いのがどうなんですか。白焼きね、別にまあいいですよ。ああすわさびでちょっとつまんだりなんかしてね。なんなら骨せんべいでも食べても何でもいいですけど。はあ、はあそうですか。キモいね。えー、キモいね。えー、キモいどれぐらい栄養あるんでしょねれね。えーまあのじゃもういいじゃないですかねもうね、えー。そうですかあれ。えー ウナギちょっと苦手？いやさっき好きだって言いましたよねなんかねでも別にこんなたっぷりエンディングで話す話でもないかなっていうヤつメウナギっていうねいましてねあの人の方にねこの目目目がヤつメウ見えるっていうねあれで需要競争のね勢力あるって話でねでは今週はこのあたりでえここまでのお相手は運勢ウナギ登りと願いたい福山雅治で R でしたそれではまた セームタイムセームチャンネルでお会いしましょうバイバイ君